ラジオ授業科目案内ですこの時間は2024年度開設成人看護学をご紹介します早速主任講師のお二人にご案内していただくことにいたしましょうよろしくお願いしますはい、成人看護学主任講師のセール科国際大学大学,大学院林直子です同じく主任講師の順天堂大学大学院佐藤真由美です よろししくお願いします,しいしますではまずこの科目の構想あたりからお話をししていきましょうか、はい、成人期というのは、ま、15歳から65歳未満64歳までの時期を指すわけですが、えー、今人生100年時代と言われる中で、ま、人生の半分以上の時期を占める長い期間になります。 成人看護学を学ぶ時にはこの成人期を青年期・早年期・厚労期という3つの時期に分けてそれぞれの時期の身体的な特徴あるいは心理社会的な変化を理解して各時期に特徴的な健康事象を理解したりあるいは発症しやすい疾患と看護について学び理解をしていくということが非常に大切になってきます。そうですね。 え普通この看護の基礎教育課程で成人看護学というものを学ぶ時には成人看護学の概論それから急性期看護、えー、慢性期看護成人看護技術といった複数の科目に分けて学習することが一般的なんですけれどもえこの科目成人看護学という一つの科目になっていますのでこの科目ではそれらのエッセンスを一つの科目にぎゅっとこう凝縮して えー、科目を組んでいるそういったイメージになるかと思いますはい、えー、今回の成人看護学の中では、えー、成人看護学に関わる内容全体を概観するという大きな方針は変わらずに作成しておりますが、えー、特に最新の、えー、統計ですとかそれから医療状況を反映させるように心がけて作りましたでは全15回について佐藤先生から少しご紹介いただけますか はいわかりました、えー、この科目はですね13人の講師で全15回の授業を行っていきます、はい、では全15回を内容ごとに4つに分けてご紹介していきたいと思います、はい、お願いしますまず第1回では成人期にある人の心身の特徴と成人期にある人を対象とする看護の基本的な考え方について学びます 次に第2回と第3回では、健康レベルごとの看護援助の在り方、具体的には健康状態が急激に悪化した状態にある人への看護、それから慢性的な経過をたどる疾患を抱えて生活する人、そういった人への看護について学びます。このあたりはいわゆる急性期看護あるいは慢性期看護と言われるようなところになりますでしょうか。そうですね。はい。 第4回以降は成人期に生じる主要な健康障害を取り上げてその援助方法について学びます。そして第15回では再び健康レベルごとの看護援助のあり方としてエンドオブライフ期を生きる人への看護について学びます。はい、先生ご紹介ありがとうございます。理論概念、それから医療看護に関わる知識の 学習をすするとといいうことだけでではないのですが具体的に事例を交えながら各領域の専門家の方もゲストにお招きして皆さんの学習を深められるようなそういった工夫も今回の科目でではしていいるかと思いますすそうですね、まあ、私としては現場の声を通して看護の在り方として説明していることが実際にはどのように行われているのか、うん それを掴み取ってほしいなと思いますそうですね、えー、さて我々主任講師2人も各2回講義を担当しています佐藤先生のご担当会はどんな感じですかはい私はまず第2回の急性期看護概論を担当していますこの授業では健康状態が急激に悪化した人への看護援助のあり方を説明しています、はい、そして それが手術患者の場合では、実際にどのように行われるのか、この原則と具体の関係をよく理解してほしいなと思います。また、14回のがん患者の看護では、看護のポイントを5つの視点から説明しています。はい、この5つの視点ですけれども、うんまあ、ポイント中のポイントなので、はい、しっかりと学んでほしいと思います。はい。えーとでは、私、林が担当する会は、 1> 第1回と第第15 1回回です第1回は「成人看護学概論」の授業になっていますけれどもえ普段あまり目にすることのないかもしれない成人期の健康にまつわるデータを具体的に取り込んでおりまして日本全体のの健康の動向についいいいてて学んでたただきたいと思っていますそして今回の成人看護学であの初めて設定した第15回では「エンドオブライフケア」 というタイトルで授業を進めておりますその中ではそもそも死とは何か死を考えることは生きていくこととは何かを考えることでありまして学習する皆さんご自身の死生観についても考えていただく機会になったらなと思って講義を構成しましたありがとうございますそれでは最後に学生の方へもう一言聞いていただきましょうではまずあの私佐藤から 成人への看護はよく人間一般への看護と捉えられがちですけれども成人には成人の特徴がありますのでそれをきちんと理解して看護を行う必要があると思いますまたそれを行うことで小児を対象とした看護や高齢者を対象とした看護の特徴もより見えやすくなるのではないかと思いますなるほどそうですね、えー、初めて聞く理論概念 それから治療法ケアなど内容も幅広くて少し難しく感じることもあるかもしれませんが成人看護学の印刷教材を十分に活用して学習を進めていただけたらと思っておりますそれでは成人看護学にチャレンジしてみてください,ててださいお話は2024年度開設成人看護学主任講師の林直子客員教授 佐藤真由美客員教授でしたなお肩書きなどは2024年2月現在のものです